国民民主党は衆院選で議席数を4倍増に国民民主党の玉木雄一郎代表が8日東京丸の内の日本外国特派員協会で行われた記者会見に出席週明けの11日に迫った特別国会での主犯指名選挙について改めて玉木雄一郎に投票することを強調した議席数を4倍増とした 衆院選について、玉木氏は多くの政党が政治と金の問題に多くの時間を費やす中、私たちは手取りを増やす政策を正面から訴えたことです。その対象は若者、現役世代。今の日本は高齢者が多く、高齢者ほど投票率が高いため、与党だけでなく、野党も高齢者に向けて政策を出している。そんな中で、 現役世代をターゲットにしただ高揚感や興奮は全くありません議席の増加は現役世代の将来に対する不安の表れ期待をしてくれた若い人に応えるために何が何でも政策の実現に力を注いでいきたいと思っていると総括今後については 103万円の壁引き上げの議論を進めていくことを訴えた週明けに迫った主犯指名選挙については1回目も決選投票の2回目も玉木雄一郎と書きたいと思います自民党の石破茂さんとも立憲民主党の野田佳彦さんとも書かない私たちは誰と組むかではなく政策の実現のために行動していくと強調 政権交代の可能性も残る投票について、あくまでも自身の名前を書く、要党議拘束をかけていくことを示した。決戦投票は上位2人への投票となる。こと2回目の投票で、玉木雄一郎と書くとなると、反則になるのでは。与党に加担することになるのでは、との質問については、与党の定義は内閣に大臣を出すかどうか。与党以外が野党です。 投票はは石破さんん。にはしません民意は政治とか根で与党に過半数を与えなかったわけですから我々が石破さんに投票する道理はないと玉城氏立憲の野田代表に投票しない理由については2つあります1つは28議席しか持たない私たちが野田さんと書いても過半数は取れません維新も書かないと言っているし 令和も書かななないいいと言っている中でで私たたちの投票が有利な変化をもららさないからです2つ目の理由は、仮に、すべての野党、共産党から日本保守党、右から左までが、野田さんに投票したところで、どういう統一政策を打ち出していくのか、憲法改正や国防について、どういう方針で進めていくのか、党の野田さんから何も説明がないから。 国民の民意に忠実に応えるためには、1回目も2回目も、玉木雄一郎と書く。こういう方針を決めましたと話した。以下はネット上の意見をまとめたものです。至極真っ当な判断だと思う。自民党も主犯指名で争った。 高市さんと石破さんには国家間や政策などで大きな隔たりがあったが立憲民主党の顔ぶれ見るとそれ以上の振れ幅を感じます野田さんが党首になり現実路線になった気もしますがどうしても政権を任せる気にならない所属議員も多数いるんで信頼感が持てない立憲民主党主導での政権交代を望んでいた人にとっては不満だろうが 今回の衆院選で比例票が立民の伸びが少なかったことから分かる通り国民は立民主導での政権交代は望んでいなかったと思う政権交代ではなく所属議員が増え勢力が増した野党第一党として国民のための政策実現に励めば次は立民による政権交代に届くと思うこれからの頑張りだ実行過半数割れだから 与党を利する行為は、おかかしいといい。とう批判がよくわからないだったら立憲だって過半数いってないのだからそちらを利するのもおかしいだろう別に野党は野党という一つの政党でも選挙後に連立政権を作ると言って選挙を戦ったわけでもないこういう議席配分になり各政党の行動がこれまで以上に意味を持ち注目されると思う 与野党共にそれぞれが思う政治活動をすればいいと思う。そして、それを有権者がまた次の選挙時に審判を下す。それでいいのではないか。その通りだし、それでよいでしょう。仮に野田さんを総理にしたとして、一体どんな政権ができるのでしょうか。おっしゃるように右から左まで。 国防も経済も原発も外交も全く考えの違うバラバラな政権ができれば今よりもっと不安定な日本になってしまいます国民民主党はキャスティングボードを握っているとはいえ国を混乱させることはしないでしょうししてはいけません選挙民と約束した公約を少しずつでも前に進める方が賢明でしょう自民党内でも旧安倍派と異なる政策理念だし これからは安定与党というものではなく、保守派、革新派など白黒をはっきりさせるようなものではなく、常に時代の流れに沿ってより良い政策を作り、選挙前にきちんと説明、判断してもらうような健全な国政の仕組み作りを願いたい。対外調整、米国トランプ対応など、など必要あれば、 これも都度その分野で発揮できる人材を期間限定で登用していくことで良いのではないか。長老などを権力があるままに据えておくのは結果的に良くなかったことが誰から見てもわかるように思える。結局のところ立憲民主は打倒自民を連呼するだけの政局政党なのでその政治には何の期待もできないし全く支持できない。 総理の首が変変わわるだけで政治は何も変わらないしかし、国民民主は一貫して、政局ではなく、政策で勝負し続けている。政治、矢ではなく、本来の政治、家としての仕事をしているから支持できる。今回の首相指名についても、打倒自民と政権奪取しか眼中にないのだ立憲と。 政権交代よりも真に国民のための政策が通るかどうかを優先する姿勢にそのことが表れている野党第一党の党首たる野田氏は表向きは主犯指名選挙の候補者ではありますしかしながら参議院は自公優勢だし今の立憲民主党に単独で組閣運営する力とまとまりはないし他野党との協調も 総選挙に間に合わなかったほどだしで、野田氏としても、現時点で、野党一致団結で、主犯指名されて、総理になるのは困るという事情があるようです。国民民主党の第一目標は、国民の手取りを増やす、賃金上昇も含めたということだろうから、その観点で見た場合に、石破政権よりも相当マシなら、野田さんに投票することもあり得たかもしれませんが、 石破さんと野田さんでは認識はほぼ同じなので中長期で考えればどちらにも投票せず玉木さんに投票しあとは是々非々で組むという考えはメイクセンスでしょう民意は政治とか根で与党に過半数を与えなかったんだから主犯指名は野党の誰かに投票するのが民意を反映していることになるという人がいますが比較第一党は。 自民党だということを忘れていませんかと言いたい悪夢の民主党政権何時までもそんなことばかり言うなと言うけど安保外交を任せられる政党でなければ困ります安保では左右関係なく一致するはずだと思うしそうならなければ二大政党制は成立しないと思いますよ今回の選挙では政治と金の問題と経済のことが最大のテーマになりましたが 政権交代の可能性があるのならまずは安保について語るべきです。メディアがそういう方向に誘導したということもありますが、政治家が国家の基本を語らないとね。記者の質問力が高いですよね。玉木さんに石破さん野田さんどっちに入れるのって聞く記者はアホです。少数正当なのだからという前置きが案にあるので、玉木さんに失礼。でも、 拘束すするのかといいう質問なら答えやすい玉木さんの立場に配慮した良い質問です玉木さんもきちんとプラスアルファの答えを知ってくれましたよねもっとも決選投票なのに関係ない人の名前を書くのは大人ないし国民民主党所属であることよりも国民の代表者であることの方がはるかに大事なのですから闘議拘束かけずに自由に投票させれば良いのに。 とは思ってますけどね。